GPZ900 欲しいなって思います。確か M1 ジャケットかなんか着て走ってたあかな、革ジャムやったか、うん、MA1 か MA1 か、うん、着てたような気がしますね、うんうんうん、はい。確かに俺はね、うん、やっぱりもう少し古い、うん、あのイメージかな、うん、あのやはり大脱走のスティーブ・マックイーンがね、はい、俺たちにとってはスティーブ・マックイーンってすごいね大スターだからね、うん、どうもこんばんは。こんにちは。今回もですね、はい、神戸三宮にありますタイルカフェの一角をお借りして、はい、ライブを撮影させていただいております。なんと先週先々週はねタイルカフェの宣伝をし忘れましたからね。そうもう事前にあまりにもビッグニュースがあってうどうやって切り出そうかというのが頭いっぱい使ってたからね。あの結構ね、うん、あのライドを見てくださってる方とかのコメントにもあったんですけど、うん、あの片山さんとこうやってライドを撮影しているタイルカフェというお店に、うん行ってみましたと。はい。でまあ、一度来てもらったら分かると思うんですけど大体女子で埋め尽くされた。今日も俺早めに来たら4組ぐらいの女子のカップルが席に、はい、女子同士がね、うんはい、だから8名9名がいて全部女の子でしょ、はいはい、で中の厨房も2人女性だしねさすがに俺も入れなかったそう、女子率高い店なのでいいよ、おっちゃん入ってあかんのかなって思いがちじゃないですか。大丈夫。でもタイルカフェのお店の女の子たちはウェルカムですから、はい、ぜひ来てほしいと。ライド見てくださってる方、うん、どうぞよかったら気兼ねなく入ってくださいと。もう来たらねケーキセットですよ、うん、綺麗にね、うん、もうデコレーションしたね素晴らしい、うん、もう写真受けするよね可愛いのがねねえめちゃくちゃもう毎回違うようにデコレーションしてくれるからね、はい、アートや映えるケーキを作ってくれてますので、うんうん、ぜひともよかったらタイルカフェにもお立ち寄りください。ぜひぜひ来てあげてください。お願いします。ひょっとしたら俺たちとばったりとあそうねお会いするかもしれません、はい。で、まあ、前回ですね、はい、片山さんがその映画を作ると、はい、そのためのプロジェクトが実は山ちゃんスタートしてんと、はい、いうビッグニュースが入ってきたんですけど、うんうん、進んでるよ、まあ、その映画といえばですよ、うん、映画といえば、はい、オートバイのかっこいいシーンがいっぱい映り込んでる映画っていっぱいあるじゃないですか、うん、あるある。そういうことでですね今回は片山さんと、うん、映画の中に出てくるバイクについてちょっとお話しさせてもらえたらと。例えば、例えばどんなバイクが山ちゃんは印象に残ってるの？かっこええなボタンが、うんうん、トップガントム・クルーズの。ああ、そうねよく、はい、あれだっけ、これだっけトップガンは。あ違う、それは違うかな。それはあのカクテルでしょ。カクテルのやつはトップガンの時じゃなかった違うか違う、戦闘機ですね、うん、空アメリカ空軍の戦闘機の時だよね。川崎の GPZ900 からが乗って、うん、ビャーッとビャーッと、うん、ノーヘルでノーヘルだよね。アメリカあの当時ノーヘルで良かったのかね。で街も、うん、はい、それで走ってました、うん、映画だからかな。いやあれはかっこよかった。いまだに、うん、あの映像がふっと頭の中に脳裏によみがえって、うんうんうん、GPZ900 欲しいなって思います。確か M1 ジャケットかなんか着て走ってたあかな、革ジャムやったか、うん、MA1 か MA1 か、うん、着てたような気がしますね、うんうんうん、はい。確かに俺はね、うん、やっぱりもう少し古い、うん、イメージかな、うん、やはり大脱走のスティーブ・マックイーンがね、はい、俺たちにとってはスティーブ・マックイーンってすごいね大スターだからね、まあ、早く亡くなられてしまって、うん、あとは、うん、まあ、彼が出たその四輪のレースとか、うん、二輪で行けばなんだ、この間も YouTube じゃないや Facebook に書いた インディアンのアメリカのソルトレイクを走るやつ、はいはい、アンソニー・ホプキンス、あ、そうそう、羊たちの沈黙の人っていうアンソニー・ホプキンスさん、はい、彼の、
インディアンを走らせるのはいいよね、うん、僕あのポスターっていうんですかね、うん、映画のジャケットっていうんですかね、うん、しか見たことなくて本編見たことないんです。あ、そうなの。素晴らしい映画なんですか。うん、あのなかなか味があってね、あのというのは僕はあれに感情移入できるのはあの親父が僕を初めて乗っけたオートバイがインディアンなんですよ。で僕が、まあ1、2歳の時にタンクの上にちょこなんと座ってる写真が1枚だけあって、赤いね、うん、だから、それを考えれば、まあ、僕の生まれ年ぐらいのインディアンがああやって、映画の中で走るというのは非常に感慨深い。風間さん映画好きなんですか。もう好きだよ。年間300本ぐらい見てる。1日1本ペースですよ。うん、もう1本どころかあの見るときは2本3本続けてみるから。あ、そうなんや。うん、映画はものすごく好きで、ただだーっと何か他のことをイマジンするために映画を見ているときと、うん、撮り方とか。あ、勉強のために見てる、見てるのとはいろいろ違うけどね。へ、うん、その映画の中でバイクシーンとか出てくるとやっぱりドキッとします？ドキはしないよ。ドキはしないけど、あのもともと選ぶときに、うん、それを知って、うん、見るので、うん、あのアラン・ドロンさんとあの女優だっけ、あの胸にもう一度とかね。ああねえ、やっぱし、黒の皮つなぎを素肌の上にキューッと豊満な胸がキューッとこのジッパーで締まっていくというそのあのシーンがエロティックで、僕見たことないですよね。そう、中学生なのかな、高校生なのかな。裸になるシーンはあるんですか。裸になるシーンはまあ2人がベッドインするシーンがあるからね、うん、まあある程度は見えてるんでしょうね、うん、でもあそこまでちゃんと見せなかったということはそんなに胸があらわに見えてる映画ではないかもしれないね、うん、なんでそこに行くわけ。いや、なので、ね、なんかそのハーレーにまたがってて、うん、ちょっとこれぐらいまで空いてたかな、空いてなかった、うん、なんかそのハーレーだったあれ、ハーレー、ハーレーです。でこの辺なんかその今言われた、うん、ここまで空いてて、うん、胸の谷間ぐらいまでが見えてるようなビジュアルが僕の、うん、頭のイメージなんですよ、うん、黒、真っ黒系のね、うんうん、でそれこそあの姿は峰不二子、ルパンの峰不二子を、うん、どっちが先なんやろ。あれを真似てそりゃモンキーパイさんが、あの峰にもう一度の方がそりゃ古いですよ。アラン・ドロンさんが出てるんですよね。そうそう、当然。いやいや、ほんでまあかっこいいんですよ、そのビジュアルが。なるほど、それはポスターの、峰不二子さんもかっこいいよね、うん、かっこいい。キュボンだもんね。キュボンで、しかも素肌にレザーのつないね、真っ黒けの。あ、そしたら全く同じ。それだね。うん、でこうピューってあげてね。あ、そうです。あ、うんうん、あれやっぱセクシーですよね。いや、セクシーだよね。あれは、まあ、バイクってもともとセクシーだと言われるからね。あの、むき出しでしょ、うん、今の、 あのカウリング付きのバイクじゃなくてネイキッドっていうぐらいだからね、むき出し裸だから、うん、だそういう意味ではあの造形美そのものをむき出しにしてるわけで、うん、例えばあの胸の乳輪の美しさとかさ、うん、乳頭の美しさなんかをこう見せるシーンが仮にエンジンのキャブレターの膨らみと近いとかね、うん、クランクケースのサイドカバーに近いとか、まあ、そういう男と見るのか女と見るのかによって違うけども、男の乗り物だとしたらバイクは女性だよね。昔から船は全部あの女性名詞でしょ。あ、そうなの。うん、それは、船の名前クイーンエリザベスとか、うん、日本のなんとか丸は別だよ。海外は海外では海外ではあの僕最近は、その常設をあの振り払っていろんな名前をつけてるけども、うん、基本、海の神様が嫉妬しないようにということでどうやら、うん、女性名詞にしたるらしいよ。ちょっともっと聞かせてください。なんか他、片山さんが好きなバイクのシーンが印象に残る映画は、うん、他には何があるかな。なんかその教えてよ、何があるかね。僕はあのアキラってアニメなんですけど。あ、新しいね。新しいですかね、うん、でも、うん、まあ
俺の時代ではないけども、うん、トロンというね映画があって、はい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 、あそこに出てきたようなバイクをアキラが走って、今あの日本を案内する映画テレビが放映されている時にアキラが出てくるよね、うん、あそうですか、首都高を走っているシーンが、うん、いやあれはすごい、うん、すごい映画でした、まあ、でもあの中の真っ赤なね、うん、もうそうそう、あの中に出てくる、うん、まあ、男の子2人主役の男の子がいてるんですけど、はい、1人の男の子がこんなレザーのジャケット着てるんですよ、うん、あそうなの、はい、うーん、ゼロエディションかな真っ赤のレザージャケット着て、で真っ赤のバイク乗ってるんですよ、うん、でもその漫画のアニメの中では電動です、それは。ああなるほどね、うん、エンジンじゃなく多分電気で動いてたと思うな、うん、未来型だね、はい、うん、あそうで確か2020年で東京オリンピック開催の年の、うん、ふたわふたわじゃない、そうの、うん、アニメなんですよ。あ、まあ、あ、そうなの、はい、2020年が舞台で、しかもその時に東京オリンピックが開催されるという、すごいね、すごいですよ、なんか未来を予言してるんちゃうかみたいな ね、うん、あのアキラのバイクもかっこいいですね、いやかっこいいよね、うん、あれの現物を俺あの見たことあるよ。現物って何、あのそれは、ま、模して作ったやつを、模して作ったというか、あの方々が、そのあちこちでイベントをするときに持ち運ぶアキラのバイクがあるのよ。それフェリーに、神戸と四国の間のフェリーを乗ったときに一緒に乗ってました。乗った、うん、それまたがってないですか。またがってない、写真は撮ったそれ片山さんにこのジャケット着てまたがってほしいな今度乗っけてもらおうかね。他何かありますかね、そのバイクの。何あるかね、まあまあ、あの有名なのはイージーライダーとかね。ねえ、ピーター・フォンダさんね、はい、はい、僕もあの僕うちのかみさんがいつもかぶってるジェットヘルは、うん、はい、あのキャプテンアメリカあそうだ、ね、はい、の、うん、あの星条旗のヘルメットかぶってますね、うん、なるほど、はい、なるほど。まあバイク映画でね、あの悪者が乗ってるシーンが多いけども、うん、その昔は少年ジェットとかね、うん、月光仮面とか、うんうんうん、正義の味方がいつも乗ってたから、うん、今でもそうちゃいます？ちゃうんですか？いやそうでもないでしょう。結構荒くれ者があの、うん、4人も5人も乗って、うん、あの007では大体荒くれ者が乗ることが多いよね。さっきのあのトップガンじゃないけど、はい、トム・クルーズの、うん、ミッション・インポッシブル、はい、もう出てくる車バイク全部 BMW じゃないですか。ああ、そう言われればね、車は全部 BMW だし、うんうん、それいいスポンサーなんでしょう。いいスポンサーなんでしょう、うん、で出てくるバイクも大体トム・クルーズが割合をかけたり、うん、もしくは追いかけられてる時って、うん、BMW 乗ってるんですよ。なるほど、うん、でまあ、その姿かっこよかったりするんです、うんうん、あれ売れるんですかね、あれ見て、うん、だから BM 買ってんの。いや僕は違うけどいやでもあのキムタクさんがね、木村拓哉さん、はい、キムタクが、はい、あのこのバイク乗ってるということで、うん、ドーンとそのバイクが売れたりとかね。それはするでしょうね。あの皆さんあれもいいなこれもいいな、山ちゃんと一緒で、うん、あれも欲しいこれも欲しいってバイクがやっぱし3つも4つも並ぶわけじゃない、うん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 、でどっかパーンと何かのきっかけで、うん、背中を押されるっていうね、うんうん、自分が、うん、よっしゃそしたらこれだっていう、うんうん、そういうのはどっかのシーンで誰かが乗ってるっていうのが非常にインパクト強いんじゃない、うん、そのきっかけとなるものとして映画って強く印象付けるかもしれないですね、うん、そうだね。あの、うん、銀幕という大きなあの暗い室内でね、うん、見るという能動的なものでもあるし、うん、最近はまあ小さなスクリーンの中でもしくは携帯で見ることがあるけども、やっぱし動画で、うん、リピータブル、うん、何回も見ることができる。それからストーリーがやはり秀逸だと、流れの中でその素晴らしい作品というかグッズバイクが現れてきたりするから、車にしてもね、うん、だからやっぱりそれはあの自分の購買意欲を
非常に誘ってくれるよね、うん、だから有名な俳優を使って宣伝するんだよね、うんうん、例えば007とかね、うん、アストンマーチンが出てくるじゃないですか、はい、あの変われへんですもんね購買意欲を湧いたとしてもなるほどね、これは無理やな。ただ、そうだね、ジェームズ・ボンドはオメガの時計してるんですよ、うん、はい、ロレックスじゃないんですよ、オメガなんですよ、うん、なるほどね。で、あれはね、手が出そうでしょ、うん、シーマスターええなとかね、うん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 、なんかそんなこと思ったでしょ、まあ、でも確かにそういうふうにあのシーンの、うん、あの俳優さんのような、うん、みんなディテール見てるからね、見てるね、うん、まあ、そういう意味では、うん、今回片山さんがまたレースの世界に戻るとか、うん、はい、映画を作るとかっていうのは、うん、またそのオートバイ業界の何かに新しいスイッチ入れるかもしれませんよ、うん、そうだね、オートバイ業界にどんなスイッチが入るかどうかわからないけども、うん、最低限こうやって、ライドを見てくれている人とか、うん、片山孝純のファンだった方が、うん、映画を作るのとかね、うん、片山が走るのっていうことで初めてライドを見に来たり、片山の今の活動を知ったり、過去にたくさんいた人が今全てが YouTube 見てるとは思わないし、うん、全てが関戸場のコミュニティにいるとは思わないし、うんうんうん、だからそういう人たちがもう一度興味本位でいいから、うん、集まってくれると情報が結構いろいろ行き交って、うん、面白いんじゃないかな。面白い、うん、うん、まあ、そんな人たちにとって今日のお話っていうのは、うん、そういえばそういう目線でもっぺん映画を見てもらってね。そうだね、いにしえのいい映画がずっと残っているようにそういう意味ではまあ、何本まで作れるかは僕の力とそれから、経済力にもよるんだろうけども、でも何が先で物事が始まるかというといつもそうなんだけども、思いが先だからね、うんうん、思いがあってこのコップができるわけだから、うん、このコップがあったからお茶を飲もうじゃなくてね、だからこういうコップが欲しいと思わないとこのコップできないわけじゃない、うん、だから映画を作りたいと思った時にこのコップにするのかこのコップにするのかを決めるわけだよね、うん、シェイプを、うん、だからそれは思いじゃない、はい、この思いが僕にもあるから、うん、だから今どういう映画を作ろうというのでこれをこう並べたいというふうに思っていて、でここにはこういうお茶を入れてくれたら一番いいなという思いもあるから、うんうん、ちょっとその辺の話次回聞かせてもらっていいですか。ちょっと予告編みたいになっちゃって申し訳ないですけど、はい、何何まあ、ゲスクってごめんなさいね、ゲスクってごめんなさいだけど、うん、まあ、何ゲスクってゲスイ、ね、ゲスイという意味、うん、はい、山ちゃんはいろんなバイクが欲しいんです、はい、知ってるよ、であのバイクも欲しいこのバイクも欲しいなんです、うんうん、いいと思う。ご存知の通り、うん、僕の直近通帳にはお金がないんです。いつもそう言いながらいつもそう言いながら今日は素晴らしいグリーンの新しいシューズ履いてたよね。ね、ナイキのナイキのすごい足上げて見せて、はい、こんなかっこいいやつ履いてます。これお気に入りなんですけど、はい、ないんです。なのででもさっきのね、お金がないから買えないじゃなくて、そう、そのまずそういうバイク乗りたいから始まって、そうそう思いをね、そのためにはどうしたらいいやろうと、そうやってみんなやってきたんでしょ、本田宗一郎さんも松下さんも、うん、それを、うん、そんな崇高な人たちと、うん、こっちのなんか自分の物欲を一緒にしていいんですか。いや俺も今名前を挙げたお二方のような崇高ではないけども、いやいやでもやっぱし自分の夢を実現するためには思いをしっかり固めて、その思いを絶対に諦めないっていうところから、一緒、一緒一緒だから。物欲も？もう物欲も一緒じゃない。ああそうですか。物欲が悪いわけじゃなくて経済寄与するわけでしょ。うん、まああとそれがあるから今日の仕事頑張れたりとか、ね。そうそういいじゃないですか。ちょっとその辺の話に次回聞かせてください。あとは嫁さんへのねテイケアは僕の範疇外だけど。はい。そこが一番重要です。大事だね。はい。まだそれ。それは皆さんも。はい。
あのライド見ながら聞きたいかも、ね、そうなんだよね、じゃ大事だよねってあのそれをおろそかにするとえらいことありますからね。昔僕の友達がバイク買ったんだけど家に持って帰れないんだよねって、で一人は親に見せられないと黙って免許取って買った、もう一人は嫁さんに見せられないってやつがいた、ね、どこに隠してるの、どっかかわいそう友達の家とかに置いてもらってんじゃないの。あ、まあ、そうならようにしな、そうね、はいはい、オープンにね、はい、それの時はもうね、うん、はい、ちゃんと許可得て、はいはい、ちゃんと家のガレージに置いておきたいですもん。そうですね、はい、そうしてください。そんな話聞かせてください。はい、はい、予告編でございました。今日は以上です、はいはい、じゃあ次回のライドもどうぞお楽しみに。今週もありがとうね。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。よろしく。それではさよなら、バイバイ、じゃいけん、はい、おお、今日もパーフェクトのパーでした。はい、ではバイバイ、バイバイ。